こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーズレッド始めていこうと思います。今回は、このイベントですね、美人温泉物語、こちら始めていきたいと思います。その前に、6000あるんで中例を2回回したいと思います。あー、ダメだ。じゃあどうだ？あ、ダメですね。スコアアタックなんかもあったりしますが、じゃあなんだろう。推奨戦力8000。私とマリアさん1回ずつです。あ、マリアとアイリーン、また挑戦してくれるんだね。今はテルメの気分だ。私も日本の温泉に興味津々です。事件が起こる気配を感じますよ。キリエレイソン。なんだ、そうだよ。主よ、感謝する。私の温泉がまた一つ。
かしいだろ。教官って学力を教える人か。どこに行くんだろう。ここは自動にしてくれないんだ。
戦車は防衛所に集合とのことでしたが、ヘリで移動じゃないんですね。あ、皆さんも集まっています。お待たせしてすみません。こんにちは、ニーナさん。昨日はよく眠れた？はい。東條さんは？楽しみすぎてろくに眠れなかったわ。気持ちはわかります。皆さん、今回はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あら、キリュウさん、お面は？今回は慰安旅行ですからね。少し開放的にしてみようかと思いまして。いいですね。羽を伸ばしていきましょう。楽しい旅行にしようね。ぬられのところもあるかと思いますが、よろしくお願いしますね。日本の文化にはそこまで詳しくない。案内を頼む。おーい、待たせたな。お、さあ、どうして浅見さんが？ムーアから聞いているだろう。この温泉旅行の主催者が私だって。ええ、だけどどうしてここに？もちろん引率だ。車の運転は私に任せろ。これから向かう温泉はセラフ部隊の保養施設なんですよね？そうだぞ。美容健康、内身切り傷、血行促進、代表的な効能を網羅している奇跡の温泉だ。どうして車で移動なんですか？そういえば保養施設でしたら、確かヘリポートも整備されていましたね。その方が旅行気分が味わえるだろう。そうか、これが日本の作法か。わざと時間をかけて目的地へ向かう。なるほど、これが最初のトリックとなりそうですね。殺すぞ。すみません、日本の旅行らしくて素敵です。さあ急ぐぞ、車に乗り込め。時間は有限、急がないと温泉が逃げちまうからな。ニーナさん、どうしたの？いえ、こういう旅は初めてのことなので少しワクワクしています。姉さんや妹たちに楽しい思い出話を持って帰れるといいなって。よし、着いたぞ。お前ら車から降りろ。着いたって…テルメはどこだ？保養施設が見当たりませんが…ここから2時間ほど歩くぞ。うわ、そうきたか。慰安旅行ですよね。なるほど、これから向かうのは奇跡の温泉。その効能を最大限堪能するため、あえて体を疲れさせるのね。いや、この先は車じゃ通れない山道なだけだ。あ、多分キャンサーも出てくるからちゃんと準備しとけよ。だから慰安旅行ですよね。一汗かいた後の温泉は最高だぞ。休暇中にキャンサーを殺せるのだ、望むところだ。それ休暇じゃありませんよ。しかし、こうして基地から出てしまった以上、戦う準備はしなければなりませんね。さすが先輩部隊、分かってるじゃないか。僭越ではありますが、先輩部隊の私が指揮を取り。待った、そんなの面白くないな。せっかくの混成部隊になるんだ、もっとチャレンジしていこうぜ。上官とは思えない発言。誰でもいい、さっさと俺にキャンサーを殺させろ。間違ってもマリアさんはリーダーにしないでください。お願いします。どうやら私が部隊を率いる時が来たようね。諜報員の豊富な知識でみんなを導いてみせるわ。そうだな、誰にするかな。
島ニーナ、今からお前が臨時部隊長をやれ。え、私ですか？お前一番キャラが薄い。失礼すぎませんか？そういうなら証明してみせろ、お前の個性ってのをな。ええ、見せてあげますよ。美しくこの舞台をまとめて本戦まで導いてみせますとも。出撃？言わない。さあ、温泉を目指して。お？殺してくれ。マリアさん待ってください。ニーナさんの判断が先です。ちニーナさんどうする？そうですね、アサミさん、今は保養施設までどれくらいの距離を歩いたところですか？まだ半分も進んでいないな。そうですか。向こうはこちらに気づいていません。不要な消耗は避けて進むべきですね。普段の紹介とは違い、万事に備え体力の配分には気をつけておいた方がいいでしょう。テルメのためか、仕方ない。あのマリアさんがおとなしく言うことを聞くなんて、温泉効果すごいです。殺すぞ。何か来るべき。うん、来る。
らった。さすが山木様、一瞬すごいじゃない。だからショットやるべき。一気に行こうぜ。排除してやろう。いいでしょう。よろしく。
に行くにはこの崖を越える必要がある。吊り橋のロープが切れかかっていますね、ならトランスポートを使った方が良さそうね。待て、トランスポートは使うな。何か危険があるの？私が渡れない。置いていくぞ。ダメですよ、仮にも上官ですし、今回の引率者なんですから。仮じゃなくて上官だぞ、もっと敬っていいんだぞ。まあ、浅見さんは置いておくとしても、今後軍の職員さんが利用するときにこのままだと困りますね。置いておくなよ、悲しいだろう。じゃあ僕たちで吊り橋を修理するってことかな。でもロープなんてないよ。この辺りならカラムシって草が生えてるから、そいつの茎を使ってロープ。カラムシ、やり方を教えてやるからお前らやってみろ。これで渡れるようになったでしょうか。どれどれ、私が乗ってもしっかり安定している。いい仕事だ。手作りロープなのに僕が引っ張ってもびくともしないね。私の教え方がうまかったみたいだな。いえ、ミーナさんが実演して見せてくれたおかげです。手際も良かったし、どこで覚えたの？昔の大島家では夏場の草履とかを自分たちで作っていたので。製品か、悪くないな。手作り草履とは残すべき日本文化ですね。ニーナさん、基地に戻った際にはぜひ日本伝統文化保存同好会に入会を。考えておきます。さあ先に進むぞ。キャンサーを殺せば目的地に着くんだろう。さっさと殺すぞ。そうですね、ニーナさん、どうしますか？避けて通ることは難しそうですね。倒しましょう。皆さん大丈夫ですか？平気だよ。お前ら悪くない動きだったぞ。お前は見てただけだろ。ただいや、なんでもない。それより、あと一息で保養施設だ。まだ歩かなきゃいけないのね。着く頃には夜でしょうか。早くお湯に浸かりたいですね。到着までにあと何体のキャンサーを殺せる？マリアさん、一人だけ楽しんでいますよね。
頑張ったな、お前たち。ここがセラフ部隊保養施設、白王の湯宿だ。お、やった、着いた。これが日本のテルメか。立派な建物ですね。外側を囲っている壁はドームの外壁に似ていますが、まあキャンサー素材の壁だ。せっかくの保養施設を襲われちゃたまらんからな。すぐにでも温泉に入りたいわ。ええ、参道の行軍で汗もかきましたし、うん、どうかした？ニーナさん。いえ、温泉に来た割には温泉の匂いがしないな。お、そういえば湯気が立っている様子もありませんね。よく見たら建物に電気がついてないみたいだけど。保養施設には専用の職員が常駐しているのではないのですか？事件の予感。すでに殺人事件が起こっているのでは。いや、単純に無人だ。おい、どういうことだ、説明しろ。まあついてこい。これは立派な露天風呂ですが、水ね。これが日本のテルメなのか。テルメ。ここの管理をしている職員から連絡があってな、施設の近くにキャンサーが徘徊し始めてから温泉の湯の温度が下がっていったそうだ。そしてご覧の通りだ。温泉がただの湧き水になってしまった。非戦闘員の職員は安全のため退避。セラフ部隊による調査並びにキャンサー討伐が必要になったというわけだな。慰安旅行でしたよね。待ってください。今の話にはおかしなところがあります。セラフ部隊による軍の施設の奪還なら正式な作戦任務になるはずです。なのにわざわざ慰安旅行と銘打ってここまで来ました。いえ、来させられたと言うべきでしょうか。探偵っぽい。名探偵です。一変。浅見さん、このこと手塚司令官はご存知なのですか？まさかこの人。いや、最初は手塚に相談したんだぞ。ちゃんと私が先にいろいろ調べて、施設周辺は今のセラフ部隊なら誰でも問題なく対処できるキャンサーしかいないことも分かっているんだ。なのにあいつ戦略的に重要ではない。天張りで融通が効かなくてな。私の見立てでは源泉でキャンサーが何か悪さをしているんだと思う。だからここいら一帯のキャンサーを殲滅すれば温泉が復活するはずなんだ。ここにいるお前たちはみんな温泉好きだろ。分かってくれるよな。いやいやいや、キャンサーを殺してテルメだ。いい旅行だ。一人だけ満足してます。Thank you.
と、しているな。筋の通った人間は嫌いじゃない。知恵さんと似た哲学をお持ちのようですね。よろしければ皆さんも少しお肌を整えてみませんか。この化粧水と乳液をお貸しします。せっかくですのでご教授いただきましょうか。私あまりやったことがないのでプロのスキンケアに興味あります。プロじゃないですよ。そう難しく考えないでください。興味ない。そう言わずにマリアさんも一緒にやりましょう。せっかく綺麗な肌をしているんですから。ち、うん、僕はいいかな。スタントで肌はもともと傷だらけだし。その傷も化粧で隠すことはできますよ。いいんだ、古傷は僕のスタントウーマンとしての誇りだからね。傷の数だけ主役を守ってきた証さ。傷か誇り。でもしっかりスキンケアをすれば肌の弾力も保てて丈夫になるわよ。そうなの？じゃあやってみようかな。はい。では皆さん、この化粧水でパッティングから。おいお前ら、なんかいい匂いですね。化粧か？スキンケアです。若いんだからそんなこと気にすんなよ。それより準備ができたぞ、ついてこい。ここで食事をとるのですか？え？
よう。こいつの準備ができたんだ。ゲームの筐体？レーシングゲームね。型は少し古そうだけど。職員が退去した時に電源抜かれてたみたいでな。セットアップからやらなきゃいけなかったからちょっと時間を食った。食事の準備をしていたんじゃないんですか？飯？いつもの軍用レーション持ってきてるから、封を開けたらいつでも食えるぞ。慰安旅行なのに。ニーナさん、もうまともな旅行は諦めましょう。これが日本のテルメにあるという古のゲームか。本当に用意されているものなんですね。お、海外部隊の2人は興味津々か。ちゃんと部隊全員で楽しめるように6台つなげてあるぞ。ここに来たセラフ部隊たちはこいつで遊んで親交を深めたもんだ。やってみる？レース相手を殺せるのか？それもうレーシングゲームじゃありませんよ。殺せはしないが、アイテムをぶつけてクラッシュさせることはできるぞ。本当に親交を深められるゲームなんですか？時に喧嘩をするのも仲を深めるために必要なことだ。このシリーズ携帯ゲームにもなっていたやつだよね。こんな大きな筐体でできるなんてワクワクするな。あまりゲームというものはたしなんでいませんでしたが、これも日本が生んだ文化の一つですね。え？皆さんゲームをするんですか？お前はしないのか？だったら私が入るぞ。やります、私もやります。全車ピットでエンジンを吹かせながらスタートの時を今か今かと待ちわびている。全車一斉にスタート。お、スタートダッシュをかけたのはキリュウだ。どうして私の車だけ速いのですか？いいタイミングでアクセルを踏めばスタートダッシュができるんだよ。初めてなのにキリュウさんすごいね。さあ、最初のカーブの先にアイテムボックスが見えてきた。なんだ、避ければいいのか。速いやつが勝つ。かっこいい神の言葉し。このボタンを押せばいいのかな。俺の車が爆発しただと。アイリーンが前方追尾型の妨害アイテムでマリアをクラッシュ。とんでもないことをしてしまいました。こういうゲームだから問題ないよ。というわけでマリアさんごめんね。緑の亀の子たわし、めりゃー。バズオカの追撃、マリア再びクラッシュ。殺す。すみません、すみません、もうアイテム使いません。ダメダメ、勝負は非常にならないと。全力を尽くすのが礼儀だよ。好きなだけぶつけろ。壁にぶつかってるぞ。こんなゲームやったことないんですから仕方ないじゃないですか。
えてまたマリアさんを苦しさせてしまった。ゲームでは全力が殺す礼儀だ。気にするな、殺す。どうやらこの保養施設での最初の犠牲者は私のようですね。リリュウさん見っけ、背後捕らえたよ。リリュウ、ミオちゃんドリフト、近寄ったら弾き飛ばしますよ。うわ、ハンドル握ったら性格変わる人になっちゃってる。ショーキー、ここでダッシュパネルを踏んでトゲの生えた青い亀の子魂発動。これで先頭のキリュウさんをクラッシュさせる。うまくいけば松岡さんも巻き込むわ。やっぱり高速だ、作戦がとにかく高速だ。そういうゲームでしょ。カメノコたわしごときがこの私に追いつくとお思いですか。すごい、ミヤちゃんドリフトを駆使して一切スピードを落とさずにカメノコたわしから逃げている。逃げているのではありません、カメノコたわしが私についてきているだけです。思い出すのでやめてくれませんか。1位は先輩の威厳を見事に見せた桐生だ。でも本物のハンドルは握るなよ。はしたないところを見せてしまいました。2位はアイリン、ラッキーだけでよくここまで走り切った、感動した。すみませんすみませんすみません。3位は登場、アイテムの使い方が姑息だが、まあこういうゲームだからな、お前は悪くないぞ。じゃあもっと素直に褒めてもらえないかしら。4位は松岡、トップ争いしてたのにどうしてゴール直前崖にコースアウトした。だって車に乗って崖が近づいてきたら飛び降りなきゃって思っちゃうよね。お前も本物のハンドルは握るなよ。5位はマリア、アイテムを使わずあれだけクラッシュさせられれば、まあ頑張れ。殺す。どうして私だけを見ているんですか。ニーナ、かわいそうだから順位を言うのは控えるが、もっと努力しろよ。全く慰めてませんよね。
んだろう。こんなことになっちゃったけど、楽しい休暇になるといいな。婚約、まさに日本伝統文化の極み。おや、このレーシングゲームのランキング1位、アキコアサミとなっていますね。そんなことより、もう一戦付き合え。どこに行ったのでしょうか。あさみさんでしたらお酒の瓶を持って外に行ったみたいですよ。え、お酒？もう夜だし、そのくらいいいんじゃないかしら。それはそうかもしれませんが、キャンサーの外壁があるとはいえ、万が一のこともあります。連れ戻してきます。小さな石碑に手を合わせている。それにお酒の入ったコップを備えて。あれは天使軍人手帳。桑の実は花なき蝶のよ捨て酒。切っているのに何をやっているんだか。そういえば麻美さんは元セラフ部隊、今はもう存在しない部隊の人。この人にもかつて戦っていた日々の仲間がいたはずですね。だとするとあの石碑は、いえ、憶測で物事を決めてしまうのはよくありませんね。とりあえず乾杯だ。お酒のこと注意するのも美しくありませんね。うん、ここまでしときましょうかね。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。